はい、続いて B ブロックいきましょう。 B ブロックはどんなウェイが一発目出てくるか。ジークエクスカリバー、俺の魂、マイソウル。ジークエクスカリバーはこのやっぱなんといっても中央にね座するこの剣とこの形、コマとしてあるまじき四角という形で強大なバースト力を生み出すという感じですね。この剣がですね、まず変重心なってこうブレるんですよね。で、普通のコマの対決だったらブレるっていうのは弱点でしかないんですけど、ベイブレードバーストはバーストさせるという力があるので、ブレるとやっぱりバーストさせやすい。しかもこのわけわからん四角という形状から生み出されるこういびつな回転はですね、とにかくバーストを生み出すという、もうぶち殺して勝つというタイプの超大好き、攻めっ気ある、一番ゴッドレイヤーで攻撃力がおそらくあるレイヤーになってます。こいつのお供のディスクはこいつだ。13だね、13。左回転時に確かダウンフォースを生み出すんだったかな。比較的軽いブレイ、これが、どうなるかという感じですね。フレームダーン、あ、エキスパンドかな、これね。ちょっとあのね、まだね、大して俺使ってないからわかんない。まあ、ちょっと広めの、幅広めのフレームなんですよね。幅広めのフレームで、まあ、遠心力を生み出しがちなんじゃないかなという、ふわっとした感じの説明になります。そしてそしてドライバーこいつだ。あー、マジかこれはね、名前が出てこないぞ。ホールド、大好きなドライバーなんですよ。これね、あの、まあ、ここがですね、お皿の部分な、お皿の部分が、まあ、こう、なんつうのかな、ジグザグしてて、ここがね、この面が。で、ここがね、すごい適当な揺れをするんですよ、こんな感じで。グラグラなのね。で、このなんかシンプルな機構がとんでもない暴れを生み出すんですけど、スタミナはガチでない。スタミナはガチでないドライバーですね。はい、これらのパーツを組み合わせて出来上がるのが、ジークエクスカリバー13エキスパンドホールドですね。やっぱエキスパンド広いね、かなり径が。かなり広いです。で、ディスクは軽いから、軽いとどうなんでしょうね。軽いとそこまでバーストしない傾向にあるので、タイバースト性能強いのかなと。まあ、もともと硬いんだけどね、ロックはね。ホールドで当たれるかという勝負ですね、ジークエクスカリバー。対戦相手は、このレイヤー。おー、マジかー。これは、ですね、ツインネメシス。マジ、年は取りたくねえわ。ツインネメシスですね。結構、楕円形のね、もともと形状はいいんですけど、こいつの特徴は、こいつもモードチェンジができるんですよね。ここの形状、今これ、右回転だからどうなってんだ？すくい上げる形状か。ここからこうすくい上げる形状、こう下からすくい上げる形状、アッパー攻撃をする形状なんですけども、ですね、ここの内側にある爪を内側にやってあげると回転するようになるんですよね。こんな感じで、で回転させると今度は上から叩きつける、ここが当たるんでね、ここ下に潜り込ませるような、上からボーンと下に叩きつけるような攻撃だから、すくい上げる攻撃と叩きつける攻撃どちらも選べるというような感じのレイヤーになってるツインネメシスレイヤー、かなり強いです。そしてディスクはこいつだ。あ、6ですね、6出すねってなった。6はまあ結構安定したディスクなんですけども、右回転時にダウンフォースを生み出すので、よりこうスタジアムにね食いついて大暴れするっていう、アタックに一役買うようなディスクになるんじゃないでしょうか。フレームドーン、あ、これなんだっけ、ウォールかな。なんかね、形状が面白いんですよね。リフトとどう違うのっていう話もまあ出てくるっちゃ出てくるんですけども、この形がスタジアムに食い込んで変態挙動を生み出したりだとか、敵の攻撃を防いだり、もちろん防いだりとかね、まさに壁となるようなタイプのフレームです。そして攻めタイプのドライバー、これだ。わー、ボルカニック、身長の高い版ホールドですね。マジかよ、これホールドとボルカニック対決どうなるんだ。身長差が生み出してもらいますけど、結構背高いんですよ、ボルカニックは。どうなるでしょうかね。はい、できました。これらのパーツを組み合わせてツインネメシス6ウォールボルカニックという感じで、なんかラスボス感漂う見た目してない？要塞みたいな感じの見た目してます。さあ、どうなるか、やっていきましょう。3、2、1、ゴッシュシュー。お互いに暴れまくって、当たれてる。あ、意外とホールドは早めに落ち着いた。早めに落ち着けて、逆に
ボルカニックで外側回って、どっちだこれ、スタミナ対決になるぞ。わけのわからんスタミナ対決になる。しかし最後低速バーストもお互いあり得るが、緩やかに倒れたのはツインネメシス。勝ったのはジークスリバーがスピンフィニッシュでまず1ポイント先取。3-2-1ゴシュッシュッ。さあちょっとこのシュートの順番の差がでかすぎて、ダブルバーストマジかよ、どうなってんだこれは。脳幹、脳幹っていうかお互い引き分けなんでね、ポイントはお互いなしですね。 3-2-1 ゴシュッシュッ。あーまたかよまたかよ。 3-2-1 ゴシュッシュッ。うわーちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いや俺の今のあのこれちょっと後で編集時の俺が謝り倒す可能性はあるけど、先にバーストしたのはジークっぽかった気がしますね。先にバーストのジークで、バーストさせたのはツインネメシス、その死骸に当たってバーストしたって感じを今俺の目では、俺の目ではそう見えた。だからツインネメシスに2ポイントいきます。2-1ツインネメシス先行。 3-2-1 シュッシュッ。お互い当たれるか、お互いかわしてる、かわしてる、かわしてる。追いつくか、追いつくか、追いつけない。どうなる、どうなる、お互いヘロヘロだ。こうなるとボルカニックにさすがに分がありそう。緩やかに割る分には、しかしまだカウンターバーストがあるぞ。低速によるカウンターバーストもあり得るが、え、ちょっと今最後の一ひねりはツインネメシスに見えた、ツインネメシスに見えた。ツインネメシスのスピンフィニッシュで3-1でツインネメシス勝利。さあやっていくぞ、続いてのバトル。シューン、あ、レジェンドスプリガンですね。スプリガンレクイムの 前身ですけども、こいつも両回転で、しかも中央にねでかいメタルが配置されていて、結構重量級だ。で右回転時はアッパー攻撃、ツインネミシスとちょっと似てるかな。アッパー攻撃でこう下からすくい上げるという攻撃ですね。こういう回転するんで ここですね。で今度逆の時、左回転の時はここで思いっきり叩くっていうインパクトっていう感じですかね。ここの面で叩くんですけども、自分もめちゃめちゃバーストするんで、今回はレジェンドスプリガンは全部右回転でやっていこうと思います。ディスクはザイ、お、ワンダッシュ、ですね、もう偏った重心なんですよね。ワンダッシュ、ワンが偏った重心なんですけど、それをさらに強化したタイプの、この下の方に重心がかかってんのかな。この下の方が重たいので、変重心を生み出す攻撃的ディスクですね。これはいいんじゃない、いいシナジーじゃない。そしてフレームは、はい、お、これはボルカニックかな。ボルカニック、まあ、非常にあの、まあ、3枚刃なんですけども、まあ、かなりバラ、なんだろう、可もなく不可もなくというか、フレーム初心者とりあえず困ったらつけとけ的なあのフレームですね。非常に癖がなくて使いやすい。はい、アタックタイプのドライバー、だいぶ減ってきたぞ。ドーン、ソードだ、ソードドライバー。ソードは鉄のですね、軸先と、身長がまず高いっていうのと、鉄の軸先っていうのと、あとここのソードはね、まあ重いんですよね。だから下の方に結構重りが集中してるんで、結構どっしり構えられるっていうのと、まあ、あの遠心力もね、多少生み出してくれるんじゃないかなっていうタイプの、まあ結構ゴリゴリアタックなドライバーです。これは強ない？レジェンドスプリガン、ワンダッシュボルカニックソードですね。なんか全体的にあの重いっていうにコンセプトを置いてる気がする。結構重量級の一撃が飛び出そう。はい、対するレイはこいつだ。おー、ハザードケルベース、ゴッドレイヤーちゃうやんという意見も受けそうですけども、ハザードケルベースの前身がなんとかケルベース、ちょっとごめんなさい、もうド忘れした年だわ、ごめんなさい。なんとかケルベース、俺の持ってるタイプのなんとかケルベースのレイヤーはちょっと正直クソ弱くて、レイヤー、あ、なんだろう、ロックが緩すぎちゃって、もう勝手にバーストするみたいな、壁にぶつかって勝手にバーストするみたいな性能だったんで、1個上のハザードケルベースを持ってきました。これでもね、そんなバランスブレーカーじゃない。ハザードという俺の判断、とにかく俺がルールだから唯一の超絶枠の参戦はハザードケルベースです。まあ、こいつ一応ギミックがないわけじゃなくて、ここのですね、上と下のチェーンの部分がこうショック吸収するようになってるんですよね。だから当たった時に攻撃を散らしてくれるっていうタイプのスタミナタイプのレイヤーです。ディスクドーン、お、13かな、左回転時にダウンフォースを確か生み出すはずのディスクです。結構軽め。フレームはどうなりますか。シャイーン、
なんだこれ。あ、エキスパンドだ。エキスパンド。一回出てますね、エキスパンドは。さあ、じゃあ最後、スタミナタイプのドライバーから、こいつだ！あ、フリクションだ、フリクション。まあ、ここがね、POM 素材、確か。摩擦力の少ない POM 素材で、この白い部分ができていて、この赤い部分がラバーでできてるっていうね。だからこう、相手上下に吹き飛ばされるような攻撃を食らった時に、ここのラバーが踏ん張ってくれて、オーバーフィニッシュを防いでくれると。まあ、その分スタミナは削れちゃうけど、オーバーフィニッシュするよりかはマシということでね。基本的にはこの POM 素材で長く回って、有事の際だけこの赤いラバー軸が活躍するっていうタイプのスタミナタイプのドライバーです。結構バランスいいんじゃない？ハザードケルベウス、13エキスパンドフリクションですね。結構姿勢制御はしっかりして、スタミナタイプっぽい動きはしてくれそう。バースト、対バースト性能だけがちょっと不安が残る。3、2、1、ゴーシュー！ゴーシュー！さあ、レジェンドスプリガンの攻撃も、まあまあ重たいぞ。そしてソードは、ほどほどに外周回って中央にしっかり戻ってくるタイプのドライバーではある。身長が高い攻撃が襲っていくが、意外と耐えてるぞ、ハザードケルベウス。意外とってなんだ、意外とってなんだ。普通にスピンフィニッシュ。スタミナタイプっぽい勝ち方。ロックはまあまあ進んではいますね。2は進んでる。あと1、あと2かな。あと1か2進むとバーストしてしまうというところでしたが、しっかり耐えた。3、2、1、シュート。ちょっとシュートね、緩めに打ちました。はぁ、さあ、今度はしっかり外周で何発か捉えたけども、しっかり耐えて中央に戻ってくる。結構当たりが強いぞ。ハザードケルベウス耐えられるのか。しっかり耐える。マジかお前、耐えてるね、耐えてる。ロックも1しか進んでいません。ハザードケルベウススピンフィニッシュ2ポイントの選手。3、2、1、ゴーシュー。後がないぞ、レジェンドスピーカー。シュー。いや、結構ガッチガチ当たった、結構ガッチガチ当たった。さあ、これでハザケルがどこまで削れてるかというところの勝負になる。相手最後どのくらいのアタックを見せられるか。ギャー、カウンターバースト。ハザードケルベウスしっかり耐え切る。いや、意外と言ったらなんなんですけども、意外と言ったらなんなんですが、ロックそんな硬くないんですよね。超絶レイヤーの中で一番緩いんで、バーストしちゃうかもなと思ったんですけど、しっかり耐えてレジェンドスプリガン本命を叩き潰していきました。さあ、 B ブロック最後の戦いはこいつだ。お、ブラストジニウスですね。ディフェンスタイプの、レイヤーなんですけども、相手の攻撃を受けるとね、見ててピュッてこう、ここが上がるんですよね。このレイヤー、ここの部分がね、これが上がって、この青い部分を殴らせる分にはノーダメージなので、相手の攻撃をかわす、当たった時に相手の攻撃を上にかわして、この青い部分を殴らせて自分はノーダメージ、一方的に耐えるというタイプの、防御タイプのレイヤーです。ブラストジニウスはディスク大事じゃない？ドーン！あ、これなんだ？ちょっと待って。あ、12か、12。なんだっけな？忘れちゃった。12忘れちゃった。そして、フレームはどうなりますか？い！あ、クロスね。あ、これ元々のブラストジニウスのカスタムも確かクロスだったはずなんで、フレーム。そこはなんか一致ですね。4枚バーで非常に、これもね、性能が変わらない4枚刃だから、右回転左回転でも性能が変わらなくて使いやすい、かなり無難なフレームの1枚ですね。さあ、ブラストジニウスはバランスタイプのドライバー。ドーン！なんだこれは。あ、ライナーライナーかー。ですね、ライナーっていうですね、見てください、これ見えますか、車輪がついてるんですか、ここに、ここに車輪がついて、車輪がついてる軸です。これ面白いところは、垂直方向に力がかかった時はギギギッとこう耐えて、水平方向に当たった時はこの車輪でね、スイーッと動くわけですよね。だからね、結構挙動が読めないというか、当たるべくところで、なんだろう、普段だったら当たるところで当たらなかったりとか、普段だったら当たっちゃうところでかわしたりとか、なんかとにかく挙動が読めない面白い変幻自在の、個人的には好きなドライバーですね。さあ、これらのパーツを組み合わせて、ブラストジニウス11クロスライナーですね。多分このカスタムをしたのは僕が初めてでしょうっていう感じのカスタムになっておりますけども、どうなんでしょう。まあ12がね、ダウンフォースを生み出す系なんで、大口径でね、遠心力も高めつつっていう感じではありますけども、ちょっと読めない、本当に俺からしても読めないこのベイは。対する相手はシャーン、あ、シェルターレグルスですね。このカラーリングかっこいいでしょ。シェルターレグルスは本来の分類で言うとアタックなんですけど、こいつはね、ロックがゆるゆるすぎちゃって、今回スタミナタイプに分類してるんですけども、回転力があるときに、
ですね、ここの赤い爪、今ちょっと出せないんだけど、この赤い爪が飛び出すんですよね。だから回転力があるときは爪が飛び出して攻撃力が上がるという感じで、で回転力が収まるとここの爪が引っ込んで、持久勝ちしていこうという、逃げ切ってしまおうというタイプのレイヤーです。だから最初回転力があるときに殴る、そして、殴り抜けた後はそのまま逃げ切るというタイプの面白いレイヤーなんだけど、いかんせんロックがクソ緩いのでスタミナタイプに分類してます。ディスクディスクディスク、あ、4ですかね。幅広の4枚刃がですね、遠心力を生み出すスタミナ系のディスクですかね、どちらかといえば。フレームは、はい、あー、ボールだ、リフトか、リフトですね。両方ともリバーシブルな使い心地の台形の、かなり厚めで姿勢制御に向いた、擦りやすいけど姿勢制御に向いた重たいフレームです。そしてスタミナ系のドライバーから、ほい、あー、プラネットだ。ここフリー回転する、フリー回転するね、鉄球がここにあるのと、この中にね、2個内蔵された小さい鉄球が回転時遠心力を生み出してスタミナを伸ばしていくっていう、まあまあ優秀な、しかもドライバー自体の重量もあるので、重量稼ぎたい時も結構選んでもいいようなドライバーになってますね。面白いドライバー。ロック緩いな。これらのパーツを組み合わせてシェルターレグルス、4リフトプラネットですね。どうなんだろうな、まあ、とにかくバーストしないように相手よりちょっとだけ回転力が長い感じで打つのがポイントになってきそうではある。スタミナは結構伸ばすような改造に なれましたね。 3,2,1 ゴーシュー、シュー。これもうどういう風にシュートすればいいのかもちょっとわかんねえよ、この2個に関しては。この2個に関しては今赤い爪が出てますね、ちゃんとね、シェルターレグス赤い爪が出て、今引っ込んだかな、今引っ込んで黒い部分しか見えなくなったという感じで、さあカチカチと、しかもお互い攻撃を散らしてるが、そうなるとスタミナ勝負になるか、しかし意外とお互い、おー、いいシュートができたってことでよろしいでしょうか。シェルターレグルススピンフィニッシュ1ポイント先行で、ロックは全然進んでないですね、お互いに。 3,2,1 ゴーシュー、シュー。いや意外とライナーおとなしいぞ、動きが意外とライナー動きがおとなしい。車輪で綺麗に回っている、車輪で綺麗に回ってる意味もよくわからないが、大きく跳ねるときと耐えるときの発作が激しいですね。意外とバランス崩すのが早い。叩きつけて体勢を崩して一気にスタミナを奪っていったシェルターレグルズ、再びスピンフィニッシュ1ポイント。 3,2,1 ゴシュー。さあこのまま決めてしまうのか、はい、あ、上がってる上がってる、ボールがサイクロンフォールが上がって相手の攻撃をかわすモードになってますね。しかしこの場合シェルターレグルスをどんどん殴ってしまった方が、バーストを狙いに行った方が賢明なような気もするが、姿勢制御がおぼつかない。いや、しかし今回どうだ、さあこれはスピンフィニッシュはブラストジニウスの方ですね。1ポイント返した。 3,2,1 ゴーシュー、シュー。ブラストジニウスシュートしてて思うんだけど軽いな、すごく全体の重量がやっぱ全然軽いですね。動きが心配だ、動きが心配だ。ライナーたまにね、スタミナがっつり減らしてくる、いたずらをしてきますけども、殴り負ける、殴って殴って回転力をそぎ落としていったが、一歩及ばずシェルターレグルスが3ポイント先取で、シェルターレグルスの勝利。